大河津分水。流路は、幾何学的曲線を描く。青色。大河津分水。灰色。信濃川流路大河津分水は、新潟県を流れる信濃川の分水路である。越後平野中央部で信濃川と分岐後、燕市、長岡市の境界付近を流れ、日本海に至る。新潟市の石屋分水とともに、信濃川の二つの分水路の一つである。 信濃川の流量を減らし、氾濫や堤防決壊を防ぐために、江戸時代から計画があったが、1909年に本格的な工事が始まり、1922年に通水、1931年の補修完了により安定稼働を開始した。全長は 9.1km。川幅は分流点付近では約 720m あるのに対し、 川口付近では、約180メートルとなっている。通常、川は、川口へ向かうほど幅が広くなるが、大川津分水では逆となっている。これは、川口付近にキロメートルが山地となっているため、掘削土砂量を減らすこと、及び、川幅を狭め川床を急勾配にすることによって、流速を早め、洪水時により多くの水を流すように設計したためで、ある。 本川、分水の分派点には、双方に席を設けている。本川側には大河津荒井関、分水側には大河津河働関があり、通常時は、本川側の荒井堰を開き、下流域の溶水として、毎秒270立方メートルまで流し、それ以上は、河道関から分水路に放流する。分流点より、本川下流側が、洪水の時には荒井堰を閉じ、 全水量を分水路から直接日本海に放流する。一方渇水時には、稼働関を閉じ、全水量を荒井関から本川へ流す。越後平野は河川により運ばれた土砂が堆積してできた、中石平野であるため、川の水面よりも低い土地が、かなりの面積を占め、ひとたび洪水が発生すると水がすぐに溢れ、しかも行き場のない水が容易に引かないという、状態であった。 古くは16世紀末から、信濃川の計画的な工事が行われてきたが、その後も氾濫が、たびたび発生し、被害が続いていた。このような状況を見かね、教皇年間に、三島郡寺泊まりの豪商、本間や和右衛門らが、江戸幕府に大使分水建設を請願したが、許可されなかった。1842年には、幕府も測量調査を実施したが、 莫大な費用を及び、周辺集落の反対により気候には至らなかった。この間にも、たびたび大洪水が発生し、明治維新後の1869年に、白根の昭屋田沢与左衛門らが、分水工事を、越後府に請願。ようやく分水工事を行うことが決定し、1870年には、第一期大河圧分水路工事が開始された。だが、 技術的な問題や地元の負担及び水量の減少により川口部に立地する新潟港の維持ができなくなることを危惧した新潟町民等による反対運動やこれらの不満を急合した一揆が発生しまた外国人技術者の意見もあったことから1875年に工事は中止になった中止された分水路工事の代わりとして 翌1876年内務省による、信濃川川未改修事業が着手された。これは、近代信濃川治水市の原点とも言われ、堤防の築堤と河川敷整備を中心とした、ものであった。だが、河川敷整備は河原に生息するつ、津賀虫による、古典型、津津賀虫病の蔓延によって、多くの工事従事者が病に倒れた。また、この事業は、 平坊の改修によるものであったため抜本的な解消には至らなかった。1881年には、田沢与一郎、田沢三井里らが、中貫原郡白根に、信濃川治水会社を設立、分水工事再開のための運動を広め、1882年11月から、翌年3月にかけて、アリス川の宮佐大臣。 岩倉智美大臣に面会して、大河津分水工事の再開を請願した。1896年7月22日、西貫原郡横田村地内において、横田切れと呼ばれる、信濃川の破艇による空前の大水害が発生。流域に、甚大な被害が及び、堤防整備の有効性に疑念が噴出した。こうした中で、原田沙助が、 大川津分水工事改良案を提出。これをもとに1909年、原田案をベースに、第2期大川津分水路工事が着手された。大川津分水工事当時東洋一の大工事と、言われ、外国製及び国内製の最新掘削機を投入。採掘した土砂は2880万立方メートルで、工事に携わった人は延べ1000万人にも及んだ。 こうして、発案から約200年の歳月を経て、1922年8月25日に、分水路は、通水。1924年には、竣工式が行われた。工事中には3回もの地滑りが発生し、特に3回目は掘削してきた、分水路が土砂で埋まってしまうほどの大規模なものもあった。1927年5月に、すべての工事が完了したが、 その直後の6月24日には分水路の川底が掘られ自在石の基礎下部に空洞が生じ、陥没。品の川本流の水が分水路に流れ込んだ結果、下流域へはほとんど流れなくなり、下流域の生活、農業用水及び当時盛んであった収運に多大な影響を与えた。新たに赴任した青山市の指揮により直ちに補修工事を開始し、 自在関は撤去され、稼働関の工事が進められた。1930年8月20日に、洪水の危機が迫り、工事の主任技官の宮本武之助が下流域の洪水を回避するため仮締め切り堤防を独断で破壊したということがありながらも、後期を遅らせることなく1931年6月20日に、延べ124万人が動員された。 稼働席が完成し補修工事が完了。ようやく安定した運用が可能となった。1996年には、本流側の席である荒井席の更新工事に着手し、2000年5月29日に完成。使用されなくなった旧荒井席は産業遺産として国の登録有形文化財に登録された。2003年には、 稼働関の改築事業に着手し、2011年11月に完成、通水式が行われた。2015年度からは、2032年度までの計画で、大川津分水路改修事業が行われている。渡辺橋から川口までの3 3トルの事業区間において、川口左岸の山地部掘削第2章型の改築、低水路拡幅や、 のずみ橋の掛け替えなどが進められている。かつては、新品の川と呼ばれ、品の川、品の川放水路、大川津分水路と名称が移り変わった。21世紀の災害においては、平成16年7月新潟、福島豪雨の際は荒い関を、前途座自然領を分水路へ流下させる措置が行われ、平成23年7月新潟、 福島豪雨や令和元年東日本台風の際は、計画降水位を超えるほどの量を流下させるなど、たびたび効果を発揮している。分水地点から川口まで約5 0トルある距離を約1 0トルまでに短縮した分水路は流域に大きな影響をもたらした。1930年頃に発行された新潟市の地図。 大川津分水によって流量が減った。品野川河口部では、川幅縮小工事が行われ、万代橋を短縮して、架け替えたり、中洲の茂津島まで右岸を埋め立てたりしている。品野川下流域の水量が減少したことにより、流域の改修工事も進められ、新たな土地が造成された。特に、新潟市内では、埋め立てが大規模に行われ、 白山公園の文化施設群や商業地漫大指定、新潟県庁舎など多くの施設が建設された。だが、土砂の供給が減った。品野川河口では、海岸が侵食されて、最大で約400メートル交代し、各種護岸工事で食い止める必要を生じた。分水路から流れ出た土砂は、川口付近の海を埋めて、砂浜を作り、陸地を広げていった。 陸下の幅は、完成から50年間で、最大650メートルに達した。分流点付近の施設1、大河津河働石に保存された、旧河働石3、大河津荒井石4、保存された、旧荒井石5、品濃川大河津資料館6、品濃川河川事務所大河津出張所下流より、記載下流より、記載分水路の堤防には、染メ吉野が、 約3000本植樹され、現在では日本桜名所100選に選定される、花見の名所として親しまれている。分水路の分流天宇岩川は、大川津分水公園として整備されており、旧河道石や、旧荒井石が保存されているほか、品野川大川津資料館もある。沿岸分水地区の主街地に近く、桜の開花時期に開催される分水をラン道中は、 主役のオイラン役に、全国から応募者が集まる、人気行事である。川口付近には、回収事業を PR する施設、ニトコミエール館が設置されている。川口部の左岸側は、長岡市寺泊地域の市街地に近く、海水浴場や寺泊港、海鮮品の市場風商店が立ち並ぶ、寺泊魚の市場通りなどの観光スポットがある。また、 川口周辺の水域はハゼ、キス等の釣り客で賑わう。ありがとうございます。